8歳の時に書いた20歳の自分への手紙に、夢はモデルか歌手と書いた。一度モデルのオーディションに一回だけ送ったことがあって、それも一時で多分なくなったんですけど、でもなんかやっぱり負けず嫌いなところが自分にもあって、その時に兄がその乃木坂さんを好きで見たのがきっかけで。7番金村美玖さん。最初の頃はもう必死で、やっぱりなんか目立つようなことをしなきゃいけないとか、アイドルなんて務まらないんじゃないかっていう不安の方が勝ってしまって、なんかでもハッピーオーラで包まれたひらがなけやきを今の20人で、自分が目立つために無理にするために入ったわけじゃないし、みんなで頑張るみたいな、そういう団結力大事だなっていう。夢は今も変わっていない。でも新しい夢ができたので。